配信を始めました。今帰ってきたんですよ。今レッスンから帰ってきて、お昼ご飯は食べていないのでちょっとスープをね作ろうと思って。そう、ビビビビ、こんにちは。スープを作ります。今日からまたダイエットを始めたので、このさ、お仕事で東京とかおるときにさ、結構さ、まあ、そんなにめっちゃ食べたってわけじゃないけど、まあ、ちょっと前よりかは食べたので、スープ的なやつを作ります。さっき栗食べたんですよ。よし、フライパンも洗ったので。かわいいです、好きです、ありがとう。こんにちは。ぬいちゃん、ぬいちゃん、私昨日行ったよ。私はまた出かけるのやめた。そんな、ごめんね、なんか。よし、じゃあ今から作っていきたいと思います。今日の食材はキノコと豆腐です。なんか豆乳キムチみたいな感じのを作ります。はい、じゃあ手なしネジを、福岡さんのし、ありがとう、レパンさん、くもちゃんかわいいぞ、くもちゃん、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ルパンさん、ありがとう、クマクマ。鍋じゃないんですけど、スープだね。鍋ではないかな。鍋だったらもうちょっと材料が料理できますよ。バカにしていますか。料理好きですよ。ヤシユキさん結婚してありがとう。しないですけど、しないですけどね。よし、じゃあやっていきたいと思います。曲がったんですけど、キノコを散りばめて、キノコはやっぱいいですからね、ダイエット。花嫁修行じゃなかったの。花嫁修行ではないんですけど、花嫁に慣れちゃうかな。余裕で慣れちゃうかな。うわ、これしめじ絶対多いって、一人じゃ。でももうきちぎっちゃったからええわ。ええことにしようかな。いや、こんなにいらん気がする。ラップしよう。ラップしちゃおっと。ラップじゃなくてこっちでいっか。こんにちは。昨日フライト入れました、本当？レティーな口なんですけど、ありがとうね。キノコ冷凍します。お、ピュンピュン響き、やっほー。
よし。ありがとう。突然性よかった、嬉しいじゃん。ありがとう。一回配信ぶりかな。確かに料理配信はそうだね、久しぶりかもしれない。キッチンがよく似合う。まるっぽ揚げありがとう。トミさんありがとう。ちょっとじゃあ作っていくので、みさまほんとありがとう。トミさんキッキーありがとう。先生めっちゃ湧いた。本当？確かになんかあれだったね、結構反応が良かったかも。結構反応が良かった気がします。マックマルパパ結婚してありがとう。しないけど反応が半端ない。本当？なんか結構ね、緊張っていうかなんかどうでしたかねと思ってたんですけど、よかったです。反応が良くてよかったです。私は必然性と自然淘汰できたのが嬉しかったんですよね。あまりそう絶対不死でやんないじゃん。嬉しかった。熱っ。ありがとう。コミさんありがとう。コミさんありがとう。ミツさんありがとう。エビさんまたありがとう。ひなちゃんありがとう。先生僕たちがですか。神の虫と再度見た気がする。ゆるやつ。え、あ、やばいやばいやばい、焦げそう焦げそう。やっぱこのさ、ラーメンとか作る鍋でさ、これを作るもんじゃなかったわ。普通に考えてアホなの。浜田響はほんまにアホだな。浜田響はほんまにアホということで、はい、ほんまに浜田響ってアホよな。食うのアホっていうね。分かっとった分かっとったけど、もうこうするしかなかった。はい、豆乳を入れていこうと思う。焦げちゃうよこんなん。焦げちゃうんですけど、食べちゃうんですけど、今回は豆乳ちっちゃいやつを買ってそれでスープを作ります。あ、大きいやつ買っちゃうとさ、結局全部は使い切れなくなっちゃうからさ。豆乳ってそんなに沸騰できないから辛い。ちょっとエプロンないよね今。そう、ドリス頑張れ、ありがとう。まさかの必然性ですね。それな、深野さんありがとう。こんにちは。全然フルに見たいですね。あの25の時にやりましたね。25特別 2.5 期の 2.53 期の特別ライブぶりにやりまして、楽しかったです。そう、フライパンでやってなかったんよ。フライパンでやらず、なんだっけ、普通にね、あ、この豆腐えぐい、この豆腐えぐい、はい、えぐいぐ
なんかさすごいんだけど色が。色がすごいんだけど。なんかさ、この豆乳とかさのやつ作るとさ、ちょっと結構さ、あの泡ディッシュになるっていうかさ、ちょっと失敗したかもしれん。結構私失敗してるかな、これね。結構失敗かも。結構失敗してる気がするけど、大丈夫そう？結構失敗してるけど、もう仕方ないよね。料理は失敗つきものって思ってやっていくしかない。よし、もうな、味が良ければもうすでもういいんですけど、どう思う？なんか失敗な予感しか見えてない私は。もうすでに失敗してるんですけど、どうしようって感じなぐらい失敗してる。豆乳って温めても大丈夫だよね。沸騰しすぎると良くないって言うけどさ、沸騰しないとどうにもなんないんだもんって感じなんですけど、豆腐2つも入れちゃう。豆腐2つも入れちゃう。2つも入れちゃう。わ、この豆腐ちょっと柔らかすぎる豆腐だな。最近はさ、なんか結構ちゃんとした豆腐を、なんか硬い豆腐を使っていたので。ねえ、なんかスープがスープじゃないんですけど、なんかドロッドロ。失敗してる浜田響き、最悪、めっちゃ最悪なんですけど、結構最悪なんですけど、結構最悪ピーナッツなんですけど、まあそういうこともあるよね。大丈夫かな。大丈夫かな、本当に大丈夫そう。これ美味しいんかね。結構大丈夫そう。お腹壊さない？火通っとるけん大丈夫かどう思う。久々に豆乳使ったけんさ、なんか使い方わからなくなっちゃった。豆乳ってマジ後で豆乳しろっていうね。豆乳だけに。ジュさん、ありがとう。グリーン、ありがとう。家庭的でいい。じゃあ夜ご飯、まあ夜ご飯にしようかなって感じ。大丈夫マジでこれ。猫、結婚してありがとう。しないけど。ありがとう、ダンダクファイト、ありがとう。大丈夫これ。仕方ないよね。なんかいいね、ありがとう。自信あったの？大丈夫だよ、ゆうきは。大丈夫そう、これ。これ大丈夫かな、ほんと。火が通ってたら大丈夫？豆乳怖いよね、なんか。味が美味しいのか、ちょっと怖いので。ちょっと一旦、ちょっと。飲んでみよう。なんかさ、普通にさ、スープって水っぽいじゃん。これ全然ドロッドロなんですけど。おかしいおかしい。普通におかしい。まあ、いっか。うん、キムチの味しかしない。まずくはないけど。まずくはないけど、普通に。キムチ。あ、キムチの。キムチ鍋？キムチ鍋みたいなもんか。こんな鶏ガラスープを結構入れて、もう目分量なんでね、美味しいか分かりませんよね。それもマサオさん、ありがとう、ありがとうございます。まあ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 いいでしょう。まあいいことにしよう。もういいってことで。いいことにしよう、これは。結婚してありがとう、先生。結婚して。しないですけど。
しないですけどね。ありがとうございます。しないんですけど、しないんだけど、ありがとうございます。もういいかな。なんかね、やばい、見た目やばいけ見せられん、見た目やばいけ見せられん。料理できるんですけど、結婚したらん、成功したら結婚しようね。成功したらしないよ。まあいいんじゃね、食べ、私が食べるだけだしね。みーありがとう、ケーキくたるさ頑張れ、ありがとう。まあどう、なんか微妙かも。リキの話題、え、なんで、ゆいながひびきの話題、なんで、なんて言ってたの。また味見します。ん、うん、大丈夫そう。キムチの味しかせんのだけど、いっか、キムチの味がしてネギを入れたらもうできる。賞味大丈夫、ネギとか入れとけばもうネギの味しかせんから。こういうのはね、ネギでごまかすもんですよね。こういう時いいね、ネギでこうごまかす。ネギって優秀だと思います。なので、優秀です。ネギを買ってきたにひーちゃん優秀よ。何でもネギ買っとけば美味しいので。うん、うんうんうん、まあ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 美味しいんじゃない。はい、晩ご飯です。これ私のなんかスープなんですけど、豆乳スープみたいな、キムチときのこと豆腐なんですけど、あ、美味しくないことはないです。普通に美味しい、美味しいけど、味美味しいけど、あのなんか見た目がえぐい。うん、うんうんうん、味美味しいよ。うん、味美味しい、なんかハマりそう。味美味しいです、皆さん。うん、うん、あっくー、味美味しいんですけど、えぐいですよ、見た目やめた方がいい。もうちょっと可愛い感じになる予定だった。やけどする、熱すぎて。うん、うまい、味は美味しいので、オールオッケーです。じゃあこれは、はい、私のご飯完成です。今日はこのスープです。このスープと納豆を食べるかなぐらいです。グラタンみたい、それな、グラタンにできそう、グラタンにできそう。確かに苦手なので入れなくていいよ。絶対入れた方が美味しいよ。ピーキのお母さんもネギ苦手なんですよ。ネギ苦手は結構もったいないよ。美味しい、味は普通に美味しいので食べれます。でもさ、具材が具材だからさ、まずくなることないんだよね。そう、ごまかし調味料、調味料で食材ない。いや、これはね、食材が大事よ。鍋のネギは食べられない。マジ普通のなんか大きいネギはあんまり苦手です。このちっちゃいネギが好き。
このちっちゃいネギが好きなんです。うん、思ったら美味しい。あ、簡単なの作ってくるんでください。あっつ、これマジ美味しい。普通にスープっぽくないけど美味しいです。大食いしすぎてなくならない、大丈夫よ、今食べるするから。もう今食べてるみたいな。うん、成功です。でこれはねダイエットになりますよ。中身がねダイエット食ですか。え、おいしい。しかもスープなのでお腹いっぱいになりそう。余りません。おいしいのでぜひいただいてください。あ、あ、あつ、あつ、あつい。お前やめてくれる？お前やめてもらえる？お前やめてもらえる？ほんまに、ほんまに結構やめてもらって。カタラさん、まあ、ありがとう。なんでしょう、そう、うん、うん、熱い、これ食べてたら。じゃあ東京公演の見てが気になってるか、はい、嬉しい。もっともっと気になってください。スミですけど、フネートフット美味しい。美味しいよね、クリームスープいいよね、マジで美味しいよ。美味しいです。味見ですか、食事ですか。あ、食事ですかね。でももう作り終えたのでもう配信終わります。またご飯食べて、これ全部ご飯食べ終わったら一時したら配信します。またあ、ごま油入れると絶対美味しいね、確かに。うんうん、マメコムさんありがとう。馬ありがとう、ありがとう、嬉しい。雑炊にしません。雑炊にしたら太るじゃないですか。え、うまっ。え、ちひちゃん好き、ありがとう。昨日見に行ったよ、ライブ見に行ったよ。そうそう、熱っ。あ、あとちょっとしたら配信一旦やめますね。立ち食いはあんま良くないので。ラー油ないんだよね、家。そう、うん、マジで美味しいこれ。ひーちゃんだった、そう、あの響きひーちゃんでね、気づいてもらえなくて。そう、ちょ、結構な時間見てたからランク上がったの。結構見てたんだ。新幹線から見てたので、なんだっけ、新幹線から見てたからすごい電波悪くて所々切れてて、コメントしたのもなんか二重になっちゃってて気まずいって思いながら。そう、グリありがとう。あれ、ひーちゃんと止まらなかった。そう、全然みんな気づかないから、いつもさ、なんかさ結構気づいてもらえるんだけどさ、多分なんか何もさ認証とかしないから多分分からなかった。ひーちゃんのファンの方もひーちゃんって言ってくれなかった。そう、そう、珍しくさ、ファンの人もひーちゃんだよって言わないからさ、あ、分かんなかったかと思って。そうそう、うん、
そうだ、見てたよ。頑張ってね。メンバーって元岡リュウの名前になってない。うん、自分で変えてるんだよね、あんま分かんないように。そう、他のショールーム見に行った時気まずいから。うん、もうね、お腹いっぱいになってきたから。この時間になるとさ、初見さん多いよね、確か。でも、ご飯食べてるので、うん、そうそう、一旦終わりましょうかね。残ったらちょうだい。あげません、全部食べちゃいます。塩分やばそう、これ。そんな感じです。え、今日ね、これずっと飲みたくてやっと見つけたのでこれ買ったんですよ。そう、飲んでみようと思って。あ、そうなの。あ、今1位なんだ。あ、買った、よかったね。また見に行くね。かわいい、ありがとう。いや、チーズしてください。でも初見じゃないじゃん。チーズみんな、ひーちゃんに響けです。はい、そんな感じで。じゃあ公園の旅に良かったって人増えてるような気がするね。嬉しいよね。そんな感じですね。パスありがとう、いいね、ありがとう。じゃあね、一旦ね、配信終わりたいと思います。料理配信見てくれてありがとうございました。全然料理が料理ではないんですけど、軽い料理だったので、はい、短かったですけど、うん、明日してるやつ、ですね。たくさん言ってくれてた、日暮しのひーちゃん。歌うまと思って好きってなってくれたって聞いてたんだよ。ちょりさんありがとう、ケーキゆっくり食べるね。ちょりさんありがとう。今来たとこ、今来たとこって。じゃあ、まあ、あの、後でも配信するので、ぜひ後で見てください。嬉しい、みんなありがとう、見に来てくれて。では13位から読んでいくね。13位たっくん、12位森健銀河さん、11位ザッキー、10位ヤンシゲアキさん、9位エビ様、8位ホアンカンさん、7位オグリン、6位福太郎さん、5位なべなべ所長さん、4位くまれパパ、3位たなたなくん、2位ともひろさん、1位はドゥドゥンドゥドゥン、ルパンさんでした。ありがとう、ありがとうございました。じゃあまたご飯食べてゆっくりしたら、あの、また配信するので見てください。じゃあね、見てくれてありがとう。ぜひ初見さんもフォローしていただけると嬉しいです。また後から配信するね。じゃあまたありがとう、バイバーイ。後でいた、